に見えることを全て信じるな。そしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今更自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリを頼む。
俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。
ここはダメだ。引き返せ。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。
霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。何？今はいい。先を急げ。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。ここ、あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万。いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。
って。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。気に入ったか？持っていけ。こんなものどこで？職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前が代わりにやってくれるか？やだよ。結界だと？マンションごと押し潰す気か？結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ？結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。
さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。周囲をよくさ、こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これは、さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。おい、怪我するぞ。離れろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。誰に囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。
痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか？さあ、どうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。人がいなくなって妖怪が出てきたのか。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。結晶体で補給するんだ。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。様になってきたじゃねえか。鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。う
建物の周り、やたら結晶が多いな。あそこがあんな水の流れが止まると、そこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。多い場所で流れが止まると良くないからね。あそこは不気味なところになっちゃう。
中を調べるぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ？これも汚れのせい？無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。
魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。